現地在住者がマニラからボラカイへの行き方を語る。嫌いなマニラを通らず、ボラカイに行きたいんだけど、マニラのゴーゴーバーでスタッフとやり合った経験のある三尾さん。同じフィリピンのボラカイへのルートを考えていた。マニラ経由でボラカイに行くには、ボラカイといえば、欧米人が認める世界ナンバーツービーチリゾート、 美しい白い砂浜と透明度の高い海の様子はあなたも写真や映像で目にしたことがあるはず。個人的にはやはり混雑していない世界ナンバーワンビーチリゾートのエルニドが好きだがこのエルニドにも言えるがポラ海への日本からのアクセスは決して便利とは言えない。成田や福岡からセブパシフィックなどの LCC を利用して直行便でマニラへ4時間の旅。 LCC 以外では羽田や名古屋、関空からも飛ぶことができる。マニラから国際線に乗り換え、ボラ海に最も近い大きな島である、パナイのカティクラン空港に。そしてカティクラン空港からは、バイクタクシーのトライシクルに乗り、カティクラン港に到着。ここからボラ海島へ渡る。ボラ海からは少し離れるが、チケットを休みにして費用を抑えたければ、同じ。 パナイ島のカリボ空港の利用も可能。カリボ空港に降りた場合は、ここから港まで2時間ほどバスに乗る必要がある。ちなみにカティクラン空港の場合は、手荷物の制限が通常よりも厳しい場合があるので、荷物は抑えめで行きたい。それでもこの空港の場合、マニラ発で朝に到着する便が多く、ボライでの時間を有意義に使えるので人気。マニラを経由せず、 ボラにに行くには。ツ男さんのような事情がなくとも悪名高いマニラの二のい焼きの国際空港を避けたい人もいるマニラを経由せずボラカイに行く場合は日本からセブ島に直行便で飛びそこからカティクラン空港またはカリボ空港にカリボ空港行きでは支援便がそれほど発生しないので旅費を抑えたい反面渡航日程に比較的余裕があるあなたならこちらを選ぶのもいい 多だが、ボラ海は欧米人をはじめ、外国人が多い観光地なので、現地人によるぼったくりも発生している。念のため、気は抜かないでほしい。マニラから、プエルトガレラのビーチに通い、また、ボラ海やミンダナオなど、フィリピン各地に足を運んでいる、チームワークコンサルタントの長春。偽装結婚に利用されたことで、傷ついた俺と同じ滝女王の彼は、今、 ストラスブール観光で心を癒している。